皆さんおはようございます、えー、富士幼稚園の園長をしております加藤関一と申します、えー、今日はあ皆さんになんか富士幼稚園のことをお伝えしようかなと思ったんだけどむしろ今あすごく迫っているっていうかもうその真っただ中にある少子化あそれについて何かお伝えできればなと思って。 えー、ちょっとお話しさせていただきます、えーまあ皆さん分かるように私は幼稚園ってやってますけども世の中には保育園まあ保育園もやってるんですけどもあと認定こども園ってのがありまして、まあ、あの幼稚園は学校教育施設そして文部科学省が管轄してる、えー、保育園は児童福祉施設で、えー、厚労省また今はあ子ども家庭省の方の管轄だ。 えー、もう一個、認定こども園というのが、幼稚園とお、まあ、0歳からずっと来ていただく保育園のお合体したような、今の時代にあったような形で、えー、教育と保育を併せ持ったあ機能を持っている施設ができてておりますそ、えー、そしてその子ども家庭省という形になっております。 全国にはそのほかにさまざまな形態をとった子どもの育つ施設がたくさんあるんですけどもおおむね幼稚園保育園認定こども園というのが大きく分けられるところであります。それとですね、まあ、今までの流れをちょっとパワーポイントでちょっとご案内だけしたいと思います。 はい、えー、これもう皆さんお分かりだと思いますけども合計、えー、の、えー、特殊出生率の推移なんですけども、えー、今の現代もう社会でもいっぱい言われてますからねあの非常に日本は少子化だということで、えー、言われています、えー、1.57って当時2000年前に、えー、言われたんですよ、えーまあ、15歳から49歳までの女性の 年齢の年齢別の出生率を合計したものを、えー、合計特殊出生率というんですけど、これを基準にして考えますと、う1900うえーまあ、2000年前にぐっと減ってくるんですけども、1.57ショックもあり、えー、そして、えー、2005年には1.26ですか、えー、まで下がって、非常にこうバタバタとした時代。 いくら何やっても全然復活しないという今の現状に今、まあ、だんだんペースになってきちゃってるという内容です。まあ、あの日本は今今年2023年1.20があれで東京なんか0.99ですよね。えー、そんだけ、まあ、子どもさんの数が減っているということであります、あのー。調査するあるものによると227か国、馬、まあ、 こういうい調査しているとしてですね、えー、日本は何番目だと思いますか、えー、212番目、ほとんどお尻の方の出生率なんですね、まあ、こういうことを通じて、まあ、皆さんもお分かりのように、子どもが少ないとどんなことが出,るで出てくるんだろうということを、もう火を見るより明らかといいますか、労働力の減少で、えー、経済成長が鈍化するんでしょうね。 まあ、あと、社会保障制度が成り立たない、えー、将来の負担がどうなんだろうということ。また人口減少によるあの地方都市が消滅の危機にさらされていく。まあ、そういう日本全体によって悲観的な方向に行かざるを得ないということです。私どもの幼稚園保育園の世界では、あの定員割れ、施設がどんどん出てきまして。まあ、公立施設が統廃合していく、えー、そして。 これからですね、あの民営化といっても、なかなか難しいんですけども、あのそういうのもどんどん進んでしょう。で、民営化の中では、M&A、吸収合併も含めて、保育園、幼稚園の中ではどんどん起こってこざるをえませんね。 えー、運営していくのにそういう形になりますそうすると運営していくのに場所になるとその都市にある部分的な都市だけが集中する人口になってきて余計例のその周辺都市の人口が減になったり、えー、行政なんかもかなかなか大変な経費が必要になってくるということになると思います今言われてるのがまあ,あの子どもが少なくなって運営効率化ということで効率の幼稚園をまあ 廃止していく形次は私立幼稚園があ徐々に今減っている状況です、えー。その後もっと子ども少ないと公立の保育園が減っていく。そして私立保育園が減っていくという、えー、かなりこう変な話だけど、衰退の,の順が、ね、あの出てきている内容になっています。えー、これ何でかしったら、ちょっとパワーポイント2枚目したいと思うんですけども。 あのすごくご覧いただいてわかるように、出生率2023年72万、えー、ということで出てます。これね、昔ですけど、書いてあるように、1980年、1980年は157万人いました、もう半分以下、そのぐらいになってき、えー、ています。 例の合計特殊出生率、えー、これは2022年も1.26ですけれども、23年1.20、えー、そして1980年は1.75ありましたからね、あのー、こういう形です、えーた。肝心なのが、障害未婚率、えー、これ見てもらうと、男性は、あそうですね、1980年対象すると、男性は2.6%。あー 女性は4.45%が未婚のあれだったんですけど、今は2020年計算で男性が28.25%、女性が14.85%ということで、未婚率が非常に上がっています。いろんな状況や社会背景があるかと思うんですけど、この上がり方、私はちょっと極端だなと思いまして、これが少子化に今、かなりのなんか、注いでいる感じも。 感じてます、まああと女性の仕事っていうのはもう当然とってもいいことなんですけどもそれとともにですねあの男性指導の社会がなかなかこう維持できなくて、えー、その間に、えー、結婚がどんどんゆっくりになってくる、えー、これも1980年ベースですと27.8歳が男性の結婚するが平均だったということです。今は30 31.0歳を超えて 女性は二十五点二歳が八十年代ですけども、二十一年段階で二十九点五歳、えー。現在は、もっと言っても30、三十代超えて32、三十二、三歳が、あの、多分数値だというふうに思っています。えー、そんだけ、えー、初婚年齢が、あ。高いと、晩婚化の傾向。 イコール出産も高齢化していくっていう形で、えー、また数も少なめになっていくんじゃないかということであります、えー、第一子の出産年齢っていうのが大体30.9歳、まあ、こういうふうに見てきますとね、あのーまあ、悲観的に見るんじゃなくてやっぱり社会の変化とともに我々の生活や思考や考え方人生自体がこういうふうに変化してきているというふうに私は思っています えー、じゃあちょっと戻ってあれですけども、あのーまあ、こういう流れの中でこれが果たしてどうやっていくのか我々としてはこう上昇に向かいたいなと、あのー、いうことありますけどなかなか、あのー、どこの国でも苦労してるみたいで私が知ってるだけでもあの韓国 韓国はあのご案内のように,すごいに世界一少子化の国って今言われてるんですけども、えー、基本的に受験戦争がすごかったり都市集中でソウルだけに全部集中したりうんなんか地方大学はもう並行するのが続出するっていうことが言われていますしねまたあのイタリアなんかイタリアなんかは、ね、昔ながらの考え方が強くて女性は家で仕事する家にいるっていう形が強いんで。 なかなか出産、結婚しても仕事を続けられない、えー、晩婚化あということが、晩餐化ですね、晩餐化があ言われています。えー、あと、中国、中国も全体としたら少子化、沿岸部は特に少子化だというふうに、えー、情報を得ています、えー。出産、子育て、進学等々で、やっぱりあの費用の高さですね。 あの晩婚化、出産意欲の低下いう、えー、私の知ってる幼稚園、えーまあ、私立の幼稚園ですけど、1ヶ月に保育料が約20から25万円、えっと思うんですけど、それがだいたいい学校に行かせるにはそれが大切なんだって言われますんで、なかなかお金的にも大変だなと思ってね、払えませんよね、なかなかね、普通だと。まあそういうことを言っています。 台湾なんかもやっぱりあの教育費が高いっていうのと女性の高学歴化があって結婚が、まあ、ゆっくりになっているまたもしくはあ結婚しないという選択も多く出てるということであります。私はあのここででちょっとあれですけど、 このの先どううううなるるんだろうといいうふうに思っているのはあれです、えー、確かに今だけここだけ私だけってそういう時代をずっと過ぎてきてあのそういうなんかエゴじゃないんですけどどうしてもきなんか私私公と私だって私の方ばっかずっと見てくる傾向が強い我々なんですけどやっぱり公のところをちょ注目してもらうとうん少子化これが一番の私は 大きな大きな難問だというふうに思ってます。えー、そこで、今日のお題です。いいですか、皆さん。あなたにとって少子化で困ることは何ですかあなたにとって少子化で困ることは何ですかよろしくお願いします。あなたならできる。